こんにちは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションミレーヌの第12回ロック&ベイベー見てまいります。ボーカルとして自身のナンバーも多数持つミレーヌ、挑戦的なラブソングやバラードはバサラにも負けてはいない。挑戦的、そうだったのか。見てまいります。ホイアートプレート、まず星5プレート、時空共演天真爛漫のステージ、銀河のアーティストたちが集結するスペシャルライブに時空を超えて共演したミレーヌ。時空を股にかけた大舞台であっても物おじしない姿と歌声がみんなをドキドキさせる。クロスオーバーライブのキービジュアルの衣装ですね。ここ見えませんけどね、ハイレグですからね。ハイレグですよ。ちょっと後ろにはほんのり見えてるかな。リアリティアップ前、まあ、ここもちょっと見えてないですけどね。結局ハイレグなんですよ、ハイレグ。ほい、あとはソウルグレイブのプレートありますね。クロスイノセンティー、何者にもとらわれない純粋でまっすぐな歌声が共鳴し、時空と銀河を超えて駆け抜ける。あー、ここはちょっとハイレグですね。肉もちゃんとの並び、まあ珍しいっちゃ珍しい並びではあると思いますが、うん、いや、よく似合ってると思いますよ、二人ともね。いい雰囲気だと思います。あとは星4プレートとかですね、がいろいろあるぐらいですね。てか結構ありますね。エピソードプレートも混じってるせいなのか、星5プレート、星、あ、リアリティアップしてない星5プレートもあるわけだな。あ、結構種類あるわこれ。まだ種類ありました。バースデープレートですね。スイーツバースデー、大切な人たちから送られたお祝いのメッセージにちょっとはにかみ気味なミレイネ。愛用のベースをイメージした特製のケーキも登場して素敵な誕生日になったみたいだ。これレアリティアップベースのケーキ、あ、これか。すご、ここがなんかね、バナナでできてていい、そう、いい良さそうな気がします。違うかな、違うのかな。リアリティアップ前、あー、これね、これベースのケーキ、ちょっとこれはここはちょっと見えないですけど、うん、マックスとミリアいいですね。リアリティアップ5、いやー、このバースデープレートとかもやっぱいいもんですよね。楽屋へ移動してまいりました。なんかごめんなさい、ミレーヌさんむしろ隠れちゃって、むしろミグモちゃんだけになっちゃってますが、衣装変更していきます。パンプキンゴーストからのクロスオーバーフレンド、燃えてきたハイレグです。ビューしていきます。もうなんかこれどうにか、あー、ファイヤーボンバー、いや、なんかこれどうにかならなかったのかな、このハイレグな。もうちょっとね、まあ、確かにあの、まあ、初期衣装というよりかはあのライブ衣装は、まあ確かにハイレグ、なんかレオタードみたいなね、まあレオタードっつうのもやっぱ時代だよな。最近ハイレグとかあんま聞かないですしね、レオタードっていう言葉も聞かなくなりましたね。うん、すごい食い込みようです。そして、あ、なるほど、このファイヤーボンバーの帯はこのベルトのところから出てるわけですね。お、なんかついてる、なんかついてますね、何かがついてます。なんか靴紐をこうキュッと縛るような、なんかそういう風なやつ。違うかな、ここにもついてますね。あ、おっぱい触ったわけじゃないですよ、気にしないでください。この先っちょをね、この先っちょを、ちょっと示したかった、ただそれだけです。おい、クロスオーバー衣装ですね。ちょっと向こう向いてるんで、ちょっとわかります。ミレーヌ的にはちょっと右寄りすぎてますよね、目がね。こうすると正面、
そうするとちょっとまた目がね、今度左方面ちょっとずれてる気がするんだな。縦向きでも見てまいります。いや、まあそのこの胸のところもさ、さらしじゃないんだからさ、さらし巻くほどでもないのかな。はい、こんな感じです。いや、まあでも全体的にかっこいいですよね。なかなか、決まってると思いますよ。ミレヌさん、いい感じだと思いますよ。よい、そうしましたら特別演出見てまいります。はい、シミュレーションライブ会場へやってまいりました。だけどベイベー、特別演出見てまいりましょう。張り切っていきましょう。こちらのだけどベイベー、ミレヌ俺についてこい、特有の固有の特別演出もございます。衣装関係なくね、途中からベースが降ってきて、はい、またエアベースをやるようになります。で、こちら今回のクロスオーバーフレンドを着ていればクロスオーバーライブ会場に移動するということですね。でもこれバーサラのクロスオーバーライブの時はファイヤーボンバーとかロゴがあったんですけど、ミレーヌの場合はなんか後ろにハートはあるけど、あれは通常のね、ワイプでフレイヤちゃんが入ってると思います。フレイヤちゃんのね、ちょっとウェディングっぽいあのホワイトドレスを、着させておりますので、そのフレイヤちゃんのとこでもあのハートマーク出てくる。何なんでしょうか。ちょっとバサラのクロスオーバーライブ会場の方が、はい、行きましょう。ここ、わかりました。ね、ものすごいローアングルになって、足をこう蹴り上げてくるわけなんですよ。わかります？なんて乱暴なんでしょうか、ね、え、あ、ここからカットインが入ってくるのかな。特別演出の方は、はい、こんな感じですね。はい、全くね、この乱暴な歌姫っていうのは良くないと思いますね。ダイナマイトエクスプロージョンもね、これ歌姫でやると一番最後にね、マイク本投げるんですよ。で、画面が割れるようなそんな感じの演出がありまして、ちょっとそれいまいちだな、マイク普通投げねえだろうっていう。なんか昔のなんかロックバンドとかだったりすると、なんかギターとかぶっ壊したりするね、ああいうそういう演出的なのがあったじゃないですか。うん、ちょっとそれとは違いますからね、マイクぶん投げるって何なんだろうかって思いますけど。はい、今のところ回りました。どうです、気づきました？この特別演出の方をセンターの方を見ていたら多分わからないと思います。いやいやいや、何を言ってるんだ。特やったー、アトスの歌どうだった、シミュレーションだって忘れて本気で楽しく歌えたわ。そう、特別演出を見比べるためにやってるんですよ、この動画は。決してね、その神秘の世界を覗き込むために撮影しているわけではないんですけど、ちょっとね、今回、まあ、パッとね、ああ映っちまったみたいな。エウレカ的にね、歌幕内のパンチラ姫パンチラ姫はフレイヤちゃんだったんですけどね、そのフレイヤ、そう、フレイヤとミレーヌで、まあ、似たような感じのアドレスあるから、じゃあこれでちょっとちょうど見比べになるなと思ってやってみたんですよ。で、先にフレイヤちゃんを撮ったら、まあ、あ、これちょっと際どいなとか思ってたら、フレイヤの方も見えてたのかな、うん、ミレーヌの方はもう完全に見えてましたからね。はい。ということで、一応パシャッとスクショしておきましたので、軽くお見せしておきます。はい、まあ、気になる方はね、なんか他の歌姫でやってみてもなんか同じような現象が起こるかもしれないので、でね、一応このライブシミュレーションライブ、まあ普通にね、歌マクロスのこのライブ演出なんですけど、風の強さとかがね、ランダムだったりするんですよ。風向きとか、
あとエフェクトも基本的にはね全く同じ動きはしないので、あの星がねあのパシャンとあの飛んだりとか、あの煙がブワッと出たりとか、そういうのは基本的にランダム性があってね、あの毎回も全く同じではないんですよ。だから衣装の揺れ動き方とかもプレイするたびに変わってくるんです。まあ、ここら辺が本当歌マクロスさんのこだわり、しっかりと作られてるなって思うところですよね。で、そう、そのランダム性によってね、あのスカートがめくれたりめくれなかったりっていう、その時々で変わってきますので、エウレカさんが保証するわけではありませんが、いや別に皆さんがその見たいっていうわけでもないかもしれませんよね。失礼いたしました。だけどベイビーはもうとにかく足を蹴り上げますので、そこら辺が際どいです。気になった方はなんか他の衣装でも皆さんプレイして見てみてください。サービスが終了する前にはい、そうしましたら今回はここいら辺で終了です。クロスオーバー衣装のクロスオーバーライブ会場ステージはね、まあなんかいつも通りっていう感じではあったはずなんですけど、ちょっと物足りなさも今回はありましたね。はい、そうしましたらまたね、これ以降も特別演出もっともっと突き詰めて見てまいりますので、ぜひともお付き合いください。そしてね、すでにミンメイさんとバサラキュンに関しましてはもうすべての衣装、ちょっとお二人ともね、星6衣装が1種類足りてないので、足りない部分もあるんですが、足りてない部分もあるんですが、ほとんどの衣装で、ね、特別衣装、いや特別演出網羅できておりますので、再生リストぜひエウレカスタジオの再生リストを覗いて見てみてください。よろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。作曲かなめ、作詞ちえ。